はい、どうも皆さんこんにちは。チャンネル隊長の隊長です。ゆうです。こちら今2台バイク揃っておりますけども、はい、今日はですね、うん、このお互いのバイクをですねネット査定に出して、その査定金額を予想して、予想金額と実際の査定額の差が小さかった方が勝ちゲーム。何そのゲーム、知らない、ちょっと知らないゲームですね。あ、知らないですか。はい、ちょっとあの闇のゲームです。闇のゲーム始まっちゃうんで、はい。以前、忍者 400R をね、査定に出させていただいた動画があったんですけど、うん、あの時ね、案件を投げてくださった、カチ X さんからまた、ご依頼をいただきました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。と言いつつも、そんなしょっちゅう、売れるバイクは持ってない。そうだね。持ってないです。はい、まだ売りたくないですね。はい、もうまだまだ全然、乗りたいんで、実際ね、カチ X さんで、今回はね、お売りすることは考えてはいないんですけれども、もっとね、わかりやすくね、ちょっと楽しくね、カチ X のサービスをね、皆さんにね、もっと知ってもらいたいなと思いまして、今回こんなゲームを企画しました。はーい。みんなはそんな遊びで使ったらダメだからね。あ、はい。これカチ X さんの協力のもとにやれてるゲームでございますからね。はい。皆さんは、真似しないように。ね、真似しない。はい、許可取ってやってる？はい。もちろん許可取ってやってますんでね。はい。ご安心ください。以前の忍者 400R のね、売却動画をご覧になった方は皆さんね、ご存知かと思いますけれども、知らないね、方向けにカチ X ってどんなサービスなのかをね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。カチ X ってどんなサービス？カチ X はバイクの写真を送るだけで全国最大10社に一括査定できるサービスです。登録すればその場で査定額がわかり、バイク写真で金額決定。価格に納得すればネット提示金額で売却できる。申し込みから最短翌日に最大10社の査定額がランキング形式でスマホで見れて、最高額がすぐにわかります。店舗を探す、来てもらう手間もないので、急いでいる方にもぴったり。売却までは業者との直接のやり取りなく、カチ X が代行します。すべてチャットでのやり取りで、個人情報も売却まで業者への開示なしで安心です。利用は無料。提示額で買い取り、現地減額はありません。前回の忍者 400R の売却動画ではね、もう一通り一連の流れをですね、実際に僕がユーザーとして体験させていただきましたのでね、ぜひね、そちらの動画もご覧ください。あの時、本当にすごかったよね。マジで一切のなんかこの余計な連絡なかった。いや、マジでなかった。ね、なんかすごい、ポンポン、じゃあお願いしますぐらいな感じでバイクさえ回らしちゃったもんね。そうなんですよね。こういうなんか一括査定とかにありがちな電話マジでなかったもんね。マジでなかったっすね。うん、はい。本当にね、スピーディーで、もうすぐね、入金もされてね、本当にね、びっくりしました。うん、というわけで、じゃあね、実際に、こちらのホーネットと、S250 これをね、査定していきたいと思います。はい。それじゃあ、やるぞ。うん。はい、じゃあまずホーネットの方から査定していきたいと思います。まずカチ X のサイト開いて、メーカーの選択、ホンダ、排気量は200、ん？これ250だなんか体調がいつも400クラスに乗ってる感覚があるからさ。なるほどね。バイクはホーネット250、走行距離は21,18なので2万からね。でこっから先はね、ちょっとお客様情報入れないといけないのでモザイクで。はい。鈴木達也。はい。じゃあメールアドレスまで入力できたので愛車の査定をしてみる。はい。いきます。ポチー。はい、あとワンステップです。早っ。もうこれあれだ、取引実績とか出ちゃうんだね。これ体調見たら予想できなくなるから私がやってよかった。あ、マジで？うん。じゃあ ST は僕がやりますわ。そうだね、そうした方がいいかも。こうやってね、過去の実績がもう出ちゃうんだね。すごい。直近3ヶ月5台の平均落札価格だって。怖っ。あと過去12ヶ月の落札価格帯もある。あ、結構幅あるんだね。怖いな。おお、ほーん。怖すぎる。なるほどね。入力の手続きをしていきます。お、金額が上がりやすいポイント。明るいところで撮りましょう、だって。車体番号は見やすく撮りましょう。了解しました。こっちから撮ってね、で、左右前後とか、正面とかあるんで、
この指示された通りに写真を撮って送ります。じゃあまず前面からね。よいしょ、よし、と左側、左はこっち、狭い、後ろがごちゃごちゃしてんだよね。本当は多分ごちゃごちゃしてないところで撮った方がいいと思うんだ。だー大丈夫、危なかったぜ。危なかったね。車検証などの車体番号が分かる書類、これね、書類じゃなくてもいいらしい。あ、そうなんだ。うん、車体番号どこ、ちょっと噛んできていい。はい、ちょっと花粉症がひどいんでね。ウエスでいいや。ウエスで。はい、今ね、車体番号を取りましたんで、傷、錆、へこみやカスタム箇所などもね、追加できるので素直に申告しましょう。傷、へこみ、目立つとこありますか？これがありません。そうなのよ、この車両すごく綺麗なんだよな。そうなの。とりあえずなんかエンジン周り取っとく？とりあえずね、カスタムなので、まあマフラーとかかな。そうですね、まずマフラーで、写真は何枚か追加できるので、はい、あの他のカスタム箇所とかね、この周りですかね。そうだ ね、まあこんなもんか。まあそうですね、これぐらいかな、はい。詳細を入れていきます。はい、ナンバーの登録はあり、エンジンは会長、はい、事故歴なし、転倒もなし、はい、はい、メーター交換はなし、説明、そんなもん？そんなもん。はい。書類上でのバイクの所有者はご本人ですか？はい。はい。ローンの返済は？完済？完済。車検証自賠責あるね。はい。はい。じゃあこれで審査に進みます。はい。行ってこい。はい。はい。じゃあこれで今ね、あの査定の申し込みがね、もう完了しました。もうあとはね、査定結果待つだけです。で、カチ X は、全国のね、有料バイク販売店が300社以上で参加してて、だいたいこの査定の申し込みすると、平均して5社から10社ぐらいから、オファーが来るそうです。でね、もうスマホ一つでね、もう今の自分のね、愛車の価値がわかるんで、今すぐ売りたいわけじゃないんだけど、とりあえず今の愛車の価値知っときたいなって人もすぐ使えます。それじゃあ次はね、私の ST の査定に移りたいと思います。で、さっき見たようにね、平均取引価格がね、出ちゃうんで、私がやると予想の時にね、数字がちょっと予想しやすくなっちゃうんで、隊長にお任せしたいと思います。はい、わかりました。はい、お願いします。はい。はい、2台ともね、登録が終わりました。で、今回の査定ゲームなんですけども、はい、予想した金額の差が大きかった方がですね、寿司をおごり。うわ、寿司か。はい、100円寿司でいい？いや、これはね、うん、ちょっと迷ったんだけど、うん、査定金額のその誤差分、うん、ああそういうこと？はい、じゃあ5万とか外したらもう回んない寿司じゃん。そうっすね。いやー、きついきつい、待って、絶対外せる。もう回んない寿司でもいいし、うん、100円寿司を死ぬほど行ってもいい。どっちがいいかな。いや、高い寿司食べたい。高い寿司食べたいな。高い寿司食べたいな。そう、回んない寿司食べたいな、うん、食べたい。人の金で回らない寿司が食べたい、食べたい。で、査定中にね、うん、そのバイクのね、だいたいこれぐらいですよっていうね、値段が、まあ、出たんですけど、うん、ね、ネタバレ回避のためにお互いで違うバイクでやってますから、はい、うんうん、そうだよ ね。でも結構幅あったよ。え、怖いな。結構なんかすごい幅あったよ。ほんと？でもね、こいつもそうよ。え、ほんと？うん、これも結構あったよ。え、マジで？うん、だけど、うん、思ってたより僕は、うん、なんか、あ、こんな額いくんだって思った。へえ、意外だなと思った。へえ、ね、というわけで、じゃあちょっとお互い査定額、予想査定金額、はい、出していきたいと思います。はい、じゃあムーカさんの方から、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。いや、でもね、私この答えに決めたのも結構綺麗だったからっていうのがあったんだよね。そうだね、あの時、まあここはちょっとあれなんだけど、まあ、シートがちょっとね、補修跡があるんでね。そうそうそう、だけどもうバリバリってわけじゃないし、
まあ一個気になるのはここぐらいかな。あーこれね、なんかちょっとねぶつけちゃったとかね、そう、石かなんかかな。そう、これはね、まあこんなんタッチペンで治るよ。治るけど、でもやっぱ今ついてる傷だから、ここはちょっと査定に響きそうだなと思ってる。なるほど。でもなー、これついてるからな持ち寄せてっから、うん、これついてるからね、まあ、それでもしかしたら査定プラス 3,4 万ぐらい、めっちゃ上がると思うんだよね。確かに確かに。これだってこれバイクに貼ってんの世界で1台だけだから。あ、確かにそうだな、ね、そんなあるかない。え、そんなあるか。このステッカー持ってんのだって世界で私だけなんだよ。そんなあらすかね。そんなんで査定額上がるやつだね。それよりね、僕がね、うん、いいなと思ってるのはね、まず低走行。あ、そうだね、距離がすごいそうないから。だって一番走ってないからね、うん、そうだよ、鳴らしやっと終わったぐらいだぜこれ。だってこのほらタイヤ見て、ヒゲヒゲだよまだ。でもな、乗り心地いいからな、このバイク。まあこの前僕高欄系までこれで走って遊びに行ったけど、うん、あのよかったよ、ね、私より乗ってるもんね。そうだね。そうだよ。自分が買った時の金額踏まえて、うん、多分 ST の相場を考えると、ST はめちゃくちゃ売れてるバイクなのよ、うん、だから玉があるんだよ。おっしゃる通りなんです。だからそんなに高くつかないと思ってて、はい、50ぐらいで買ったじゃん。そうだね、20もいかないと思うんだよね。あー結構なんかリアルな数字くるね。ほんと、いや真面目に、うん、だって寿司かかってるから。あーやばいね、結構リアルな数字きたよ。20いかないと思うから。そうね、15から18だと思うんだよね私は。おー、なるほどなるほど。じゃあちょっと強気も、はい、18万4000。おー、すごい、僕が最初におった会社の初任給。18万4000で私は予想します。すごいです、僕の初任給です。はい、わかりました。じゃあ次ホーネットいきたいと思います。はい、こちらね、ホーネットちゃんね、もう皆さんバイク好きな方はご存知かと思いますけど、いやホーネットめちゃくちゃ高いんですよ。そうなんだよ、めっちゃ人気だもん。めちゃくちゃ人気 でしかも前期だったら結構安く買えるんだけど、うん、これ中期になるんだよね。あ、そうなんだ。じゃあ中期なんだけどもほぼ後期寄りの、うん、もう切り替わる直前の中期なんで、うん、かなりいいんですよ。へえ。まあバックステップついてるじゃん、うん、でこれ結構いいやつらしいのよ、うん、ハンドル周りね、うん、はい、まあ、これもね、かなりしっかりした、ね、セパハになってるんですよ、ね、うん、でおまけにもうものすごく外装も綺麗やし、まあこのカスタムポイントってのはね、正直査定にはそこまでね影響はないんだよ。そうなの。ない、むしろ下げられる可能性もあるのよ。ああ、まあそのカスタムが万人に刺さるわけじゃないみたいなのあるしね。そうなんですよ、うん、お店側からしたらここまでいじってるのはね、あんまプラスではないと。あー、そっか。はい、だけどバイク買うときにキャブレターのね、あの同調ももう一回全部やってもらったんですよ。へえ。だからめちゃくちゃ調子いい、うん、この250の4発エンジンって多分すごい人気なのよ、うん、なのでいろいろ加味して、はい、30。おお。30。おお、うん。これなんで30かっていうと、僕買ったのこれね66万で買ってるんですよ。おお、じゃあ半分。半分ぐらいは言ってほしい、せめて。ああ、ちょっと期待を込めてみたいなとこね。期待を込めて30かな。でもめっちゃカスタムしてるよ。なんだよな。そうなんだよな。しかもシフォンモータースも貼られてるからな。それプラス査定でしょ。プラス査定かな。それプラスだから。うん、ごめん、27でしていい。いいよいいよ、ファイナルアンサーまでは別に書いていいですよ。まあ、ホーネットすごいいくら人気だかって言ってもね、やっぱりね、これ中期が中期なんで、うん、やっぱ後期が一番人気なんで、うん、一応中期なんで、27で。27でいいですか。はい。27ピタでいいんですか。275,650円。めっちゃ刻むね。275,000円で。はい、じゃあ、はい、275,000円で。はい、はい、というわけでね、お互いの予想査定金額出ましたね。はい、はい、まず ST が18万4000円。そして僕のねホーネットが275,000円で、はいはい。じゃあ査定の金額が出るまで、しばらく待ちたいと思います。はい。査定から翌日でございます。はい、もうね、査定が確定しました。おー、早いね。早いね。で、本当に電話連絡一本もないよね。本当に一本もないの。すごいよね、これ。逆に一本くらい残してほしいぐらい。というわけでね、出ましたよ。はい、
くらって予想しましたっけ、手数は18万4000円、隊長の初任給で。そうだね、はい。で、そして僕はね、ホーネットの予想金額でね、27万5000円かな。はい、はい、僕はね、もう結果を知ってしまったので。そうですね、私はちょっとまだ見てないんですけど、はい、どっちだと思う？私結構自信あるけどな。なるほど、うん、じゃあ発表ですか。はい、はい、え、何どっち、怖っ、怖っ、何、ちょっと待って、コンタクトずれた便利ね、便利ね。ST250E タイプはですね、はい、30万円下手くそか。30万円、え、ごめん、30万円です。ごめん、ちょびっくりしすぎてさ、指ついてこんかった。え、マジで、ちょ見せて。はい、やば、めちゃくちゃやばいな、これすごっ。20万付きゃいいかなと思った。うん、20万もつかないとか言ってた、私も。マジか。はい、やばいね、すごいね、想定外。え、めちゃくちゃ外してんじゃんってことは、え、11万くらい外してる。11万で計算したらね、11万6000円。やばいっすね。マジで。え、これ私が負けてたら11万分寿司を飲んの。そういうことになりますね。いや、でも体調がまだ大幅に外してる可能性あるからね。そうなのよね、ホーネットは結構幅があるからね。そう、ホーネット本当にね、幅があった。うん、うん、でね、発表しますよ。はい、こちらのホーネット34万6000円。おぉ、ホーネットもすごい、30万以上ついてる。やばいでしょ。え、すごい、びっくりしたわ。え、すごいね。え、売ろうかなと思った。え、まあ、よくね。まだ3回ぐらいしか持ってない。やばい、金に目がくらんでしまった。あー、よくないわ、よくないわ、そういうの。やばいわ、ちょっと迷っちゃったけど、自分もね、そう、売るつもり全くないよ、もちろん、うん、正直こんな作ったら思ってなかったんですよね。え、なんでちょっと今心が震えてます。やばいね、すごい。本当に売るか迷ってる人、一回使ってみた方がいいって。そうですね、うん、本当にこんななるの、じゃあ売るわってなるかもしれない。そう、今なりかけた。じゃあ体調はいくらの誤差になった？僕がね、うん、え、でも5枚以上外してるよね。誤差7枚です。おー、結構いい勝負だったじゃん。結構いい勝負ね。いや、でも、いや、でも11枚やばい。2桁いってきたのね。やばいって、でしょ、11万あったら普通に課金すんだけど。やめて、寿司食いたくねえ。寿司食おう。いや、でもちょっと待って、11万もお金ないよ、私。ないよな、11万も寿司食べにおこうお金さすがにないよ。ないよね、はい、いや、なんか4万ぐらいだったらまだなんとかなると思ったけど。お、計算したんですよ。うん、あの誤差分ね、想定の誤差、お互い計算して引き算するとね、誤差の誤差ってこと。そう、誤差の誤差、ね、誤差の誤差がね、うん、4万5千だって。4万5千か、寿司行くから。4万5千、はい、まあ4万 100円寿司、8回ぐらい、うん、やったというわけでね、我々の想定を超える金額になってしまいまして、いや11万は食べさせられない。何ヶ月分の食費よ。ね、でも毎月1年ぐらいあるやん。そうね、毎月回転寿司ムーカさんのおごりでいける。あ、もうそうしよう。うん、うん、毎月1回私が、うん、あの回転寿司おごるっていうルールにしよう、今年。あ、いいね。やったぜ。やばい、泣けてきちゃった。面白すぎて、こんな外すことある。もっと自分のバイク乗らなきゃね。いや、ほんとね、こんな価値のあるバイクだったなんて。え、ちょっともう一回見ていい？もう一回見ていいよ。すごいね、すごいね、これ。私が予想した18万4000円よりも下の入札が、うん、7位以降なんだよね。ほんとだね。6番目まではみんな私の予想をどん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 超えてってるの。すごいね、やばいな。いや、だってさ、これさ、カチエックスさんからお仕事いただいてるとはいえ、うん、入札をしてくれる会社さんっていうのは、はい、あの全然うちらを知らないバイク屋さんじゃん。そうなんですよね。やらせ一切できないんだよね、これ。そうなの。それでこの金額ついてる。これやばいでしょ。ガチでやらせなしなんですよ。怖いって、本当に。でも、うん、めっちゃ綺麗だと思うよ、本当に。いや、まあまあまあ、うん、綺麗だし、まあやっぱ低走行。そうだね。なのが、かなり効いたのかなって。うんうん、そうですね、うん。はい。でも自分のバイクの価値って予想するの難しいもんだね。そうだね。うん、というわけで、第1回査定予想ゲーム、優勝は、僕でした。おめでとうございます。ありがとう。先
わけでね、私のおごりで寿司に定期的に行くということで、話がつきました。はい、皆さんもね、ご自宅に眠ってるバイクとかね、売却を今考えてるバイクありましたら、ぜひカチ X 使ってみてください。おすすめです。おすすめです。それではまた他の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、ごちそうに。ごちそうに。寿司行ってきます。